覚えた方が強い。絶対に覚えなくていいわ。嘘、それはただ練習したくないだけっす。気をしてくれ。ハモックは、まあ、多分本来3倍とか使えた方がいいのかな。いや、わかんないけど、まあ、等倍っすね、等倍。英知国サイトめっちゃ見やすい、なんか、敵が。そんな気がする。私か。どこ?うん、行けばいいんでしょ。おらおら、プレデター様が、お通りだ。どけどけどけ、殺すぞ、この右の味方がよ。何 ?53 レベルマスター来た。誰だ?ドイツだ。チャンピオン?オークストはもう運悪いんだよな。泣きそう。なに?軌道狩りされてる頑張れ味方、逃げろ嘘だろ。そんな最速だ。そんなことされることあんの。めっちゃ殴られてる。ああ、かわいそう。今行くぞ、味方。待てろ。かわいそうすぎる。もろかぶせされてた。これ敵かよ。あぶねえ。80位か。今日戻すのがいいじゃないですか、これ。まあ、さっきはドンマイっすね。ああ。やめろよ。俺に渡すなよ。返すからな、俺。ワンパー?いや、トゥーパー?トゥーパーティー?もう全員やるか。また軌道狩りマシーン、こいつら。化け物じゃん。ワンチャンあるかもしれんな。確かね、ここでね。俺が逆にされてるわ。なんか、気持ち悪いな。立ち回りができな。こんばんは、こんばんは。何それ。え、2人しかいない。どういうことこれ。はっ、わけわかんねえんだけど。カジュアルこれ。これマスティフ、マスティフ2丁持ちやるか。こんばんは、こんばんは。何これ、わけわかんねえ。え、何これ、え、何これ。この人たち有名なのかな。めちゃめちゃなんか毎回変なやつ来るな。何これ。何やってんのこれ。マジで意味わかんねえんだけど。どうなってんの何これ。マジで。わけわかんねえんだけど。どうなってんのマジわけわかんねえんだけど。このせいか。何を見させられてるんだ俺は。マジでわけわかんないっすね。あれ、こうか。プラチナで待ってる。そんな方はエイム練習。チュ見てください。61入りました。こういうことです。エイムがあればこういう距離感でもボコせます。プラチナで待ってる方はマジでエイムあればもうご了承できるよ。エイムです、真面目に。エイムが全てを解決する。んー、何何これ。どうなってんの意味わかんないんだけど、マジで。まあ、奇妙ですね。なんか敵の動きがようわかんないですね、これ。うますげー。どうしてしまったんでしょうか。敵の動きが理解不能です。なんか起こしてますし、仲間割れしてんのこれ。マジかよ。意味わかんねえ。あれ、ヘビアモンって俺拾ってたっけ ?7 発?なんだこれ?このヘビアモン何?敵さんのね、動きがちょっと理解不能ですね。マジで。意味わかんねえ。マジで理解できねえ。俺の数字感度は、動画にあります。このびっくりセンスでね、やってもらったんですけど、これです。はい、神、ターボチャー来たー。なんか、よくわからんよ。どうなってるのこれ。まあ、漏れそうだからいいんですけどね。うん。漏れりゃいいんだけどさ。よくわかんない。マジで、わけわからん。ぶっちゃけ、俺は漏れれば何でもいいんだけどね。これで見れます。これに書いてある、なんかまあ、数字。まあ、俺の YouTube のね、リンクが貼ってあるんでね、そこで見ていただければ、まあ、神と。
やっぱ俺の影響なのかな、やっぱり。G7 もリコイルしてるね、俺ちゃんと。リコイル制御、ポンポンポンって、ちゃんと。まあでも、あと俺は、あんまりその単発系リコイルしたくないっていう気持ちもやっぱあるんですよ。リコイルコントロールだっけ？リココン？まあ、まあ、リコイルだね。だからゆっくり撃ってますね。ダン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 って撃つんじゃなくって。連打すればそれほどちょっとね、制御しないといけなくなっちゃうんで、そういう感じかな。ん？バレルあるやん。そう、昔はそう、リコイル制御しようとしてたから、俺はちゃんと2倍スコープを使ってたんですけど、やめた。リコイルしなくてええやんってなってしまったんだ、俺は。医療キットちょうだいなぁ。連打めちゃめちゃしてたから、そうなんですよ。俺2倍スコープ、G7 が好きだったんだけど、紫バレルつけた2、4倍つけて、チュン、チュンってゆっくり打つと、まあ、綺麗に当たるようになりましたね。音やば。左の奴らの銃声の音やばいぞ、なんか。フォローありがとうございます。ありがとうございます。はい。エネルギーアームありま、あった。なんかマジででもさっきも言ってたけど、ターボチャージャー。あ、俺のかけやっぱり。みんななんかターボチャー持ってきてくれるんだけど。かわいそうに。ハボック増えてるよね、絶対。100% 増えてるよね。いや、これ、俺がハボックの動画上げすぎたか？ハボック最強って。落とすの？危ね。そうだよね。俺的には、リコイルはしっかり覚えて、覚えた上で、プラスアルファやっていくってのがマジで強いなって思ってますね。そう、なんかよくさ、リコイルなんて覚えなくていいよ、カンカンカンって言ってるけど、って言ってるから当たんないんよっていう。俺見てみ？覚えた俺のハボック見てみ？やばくない？マジで。そういうことです。俺を信じるんだみんな。覚えた方が強い。絶対に。覚えなくていいわ、嘘。それはただ練習したくないだけです。起動してくれ。あ、当たんない。ナイス。そうでしょ、無意識にやってるし、あとね、チーさんもね、言ってたんだよね。なんか当たんなくなってきてるって。本人が言ってたんだよね。で、なんで当たんなくなってきてるかっていうと、そういうことっす。チーさんは、チーさんって言うとなんか、ゆきしろさんの出てきちゃうな。まあそう、チーさんは、昔は、射撃訓練所行ってたんですよ、ちゃんと。だけど、まあいろんな人に言われちゃったんだろうな、その意味ないって。だからその、意味ないって多分自分で決めつけるようになっちゃって、その、練習しなくなっちゃってっていう感じですね。そう。まあ練習しなくてもあそこまで制御できるのすげえなとは思うけど、やっぱね、その、こもってる時の方が強かった。もっと強かった。もうなんかもう、無理みたいな、っていうイメージがあった、俺の中では。そういうことっす。カリウドったな、マジで。そうなんですよ。結局、あと、あれよね、練習してる時間もったいねえってなっちゃうんだろうな。確かに、よ、俺たちプレマスタイルこんなボコボコにしてるぜ。そういうことっす。結局、人間やっぱ練習してる人はね、強えよ。やっぱり。こんばんは、こんばんは。練習してる時はやっぱ一番強いね、人間って。当たり前だけど。野球とかもそうじゃない？いや、そうそう、フルパだからってのもめっちゃわかる。そう、フルパだと練習しなくていいやってなっちゃう気持ちめっちゃわかるね。漏れるからさ、それで。漏れちまうんだよな。そう、漏れちまうから、練習する必要ねえってなっちゃう気持ちはマジわかる。でも俺はなんで練習するかって言ったら、練習しないとソロだと無理だから。マジで。
フレパの人はそうなっちゃうよね、マジで。さあ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 、まああと普通に疲れちゃったんじゃない、練習するのが。うますぎー七殺してしまった、強すぎますね。プラス300ってことは、これプラス400くらい食らったんじゃないですか、これ。いやー、逃げてしまったよな。いや、しかも、そう、勝てるから、俺はここでいいやってなっちゃうよね。気持ちはマジでわかるわ。質問なんですけど、敵撃ってるとき、おー、素晴らしい。やっぱりレレの方がいいですか？レレすると体が動くからリコイル怠けちゃうんですよね。レレレしないと死ぬな。だけど、うんっていう。そうだって、考えてみ？みんな。俺が今、野良で今、その味方がプレデターだったじゃん？が来てくれただけで、クソ楽じゃなかった。クソ楽じゃなかった？だけど、その、彼らって、フルパで、ボイスチャットを積んで、プラス、世界1位3人とかで組んでやるわけじゃないですか。って考えると、何もしなくても勝てちゃうよね。正直。これは多分分かりやすいと思うんだよね。野良ですら、こんなにすげえ楽になるじゃん。